ピエトラルサ国立鉄道博物館で生体保存されているアルン556.1202号車。当時のフィアット製自動車と同デザインのラジエーターグリルの上部に重連層滑性魚用の電気連結機と空気連結機が設置されている。2008年、イタリア国鉄アルン556.1200、1300機動車は、イタリアのイタリア国鉄で使用されていた。 機械式機動車である形式アルン556のうち、フィアットが製造した、基板1200番台の通称アルン556.1200と、基板1300番台の通称アルン556.1300を総称したものである。なお、本校では、アルン556.1300を、旅客、荷物、郵便号作り機動車とした、オールデン220についても記述する。 イタリアにおける機動車の実用化は1920年代に本格化し、1924年に北ミラノ鉄道向けにブレデで機械式の M-1 機動車が製造された後、いくつかのメーカーによって同様に小型の客車にガソリンエンジンと機械式の変速装置を搭載した機動車や上機動車が試作され、一方で同年代では自動車を軌道に乗せた レールバス的な形態の小型の機動車もいくつかのメーカーで製造されている。その中で自動車メーカーであったフィアットも1917年に鉄道車両部門を設立して本格的に鉄道車両の製造に参入している。1924年にはプロジェクト名 TA180 と呼ばれる電気式機動車と TA150 と呼ばれる機械式機動車を試作しており、 TA180 の標準機関の車両は NE8 として、イタリア国鉄で運行された一方で、1931年には、自動車に近い単単式で、定格出力 55kW の手機と自動車用、変速機を搭載した、アルブ2 5を製造し、イタリア国鉄で運行されたが、いずれの方向像の式も、本格的に量産されるには至らなかった。そこで、 フィアットではこれらの機動車とは異なる。小型客車並みの車体に大型自動車の技術を用いた走行装置を組み合わせた新しい設計の軽量機動車の開発することとなり、1932年に AU4A と呼ばれる最初の機体が導入された。この機動車は全長約15メートルの流線形の車体と88キロワットのガソリンエンジンと 電磁空気制御の4段変速機を搭載した同台車を組み合わせたものであった。その後イタリア国鉄にある部48.101から103として三両が納入され、最初の運行区間にちなんでリットリナと呼称されるようになった。リットリナのシリーズは、その後イタリアの国鉄や私鉄、当時のイタリアの植民地の鉄道に広く導入され、その間、 1933年製のアルブ80や、アルン56.1000では、前後の台車に手機を走化した2機関搭載車となり、優等列車用に1等室、2等室と、厨房、配膳室、荷物室を装備するアルン40や ATR100 といった車両も製造されていた。一方で、1935年には、ブレデが、1939年にはアンサルドが、 それぞれ独自設計の軽量機動車であるアルン56.2000及びアルン5 6 2 4四0 0を開発してイタリア国鉄に導入している。こういった状況の中、イタリア国内では1930年代半ばには輸送力の増加に対応できる機体が必要となっていた。当時、フィアット製のアルン56.1000破れで、 性のアルン56.2000などの普通列車用の機動車は連結した各車に運転士が乗る協調運転で運行される一方、全長を 22,400mm に延長したアルン40が運行され、定格出力 294kW の手機を2機搭載して3車体連接、全長 6550mm とした ATR100 が試験中であるなど、優等列車用には、 大型車体を持つ機体が導入されていたが、イタリア国鉄では、欧州で実用化されつつあった、重連装活制御により二両編成で運行できる機材を導入して輸送力増強と運行の効率化を図ることとなった。この計画に基づき、本港で記述するアルン556.1200、及びその出力増強型であるアルン556.1300と、 その派生型のオールデン220.1300の計200両が1936から39年にフィアットで製造され、またブレデでは140両のアルン556.2200が1938から40年に製造されている。本形式は同じフィアット製のアルン56.1000をベースに10連層割制御化を図ったものである。 ある56.1000では、車体前後の2機の手機、クラッチ、変速機、逆転機を運転台から電磁空気制御や空気制御で制御していたが、本形式では2両連結で4機の手機を運転可能とするため、制御方式が改良されたほか、運転台に手機4機分の軽機類を装備している。なお、総括制御は2両編成でのみ可能であり、3両以上では2両単位で、 運転士が必要となっている。一方、アルン5 6 1 0 0と基本的な車体構造は同一であったが、戦闘部のデザインが大きく変更され、半円中継であったアルン56.1000から上下方向に交代角を持った丸みを帯びた形状となっているほか、同じフィアット製の508、518、500といった同年代の自動車と共通デザインの 縦型の形状をしたラジエーターグリルを採用していることが特徴となっている。本形式はまず1936年にフィアット型番034のあるン556.1200が100両導入され、その翌年に出力増強型でフィアット型番042のあるン556.1300が50両、ついで1938から39年には、 フィアット型番バ046で同じくアルン556.1300が50両製造される予定であったが最終の8両は客室の半分を荷物室と郵便室としたオールデン220.1300に変更されている。アルン556.1200からアルン556.1300への主な変更点は以下の通りまた アルン556.1300からオールデン220.1300への変更点は以下の通りなお、形式名の A は動力車両、L は軽量、N はディーゼルを表し、556の10位と1位の56は座席数を、100位の5は総括制御が可能であることを表すため10位の数字5を繰り返したもの、基盤の1000位の1はフィアット製を、 100位から1位は万代区分と製造順を表しており、これはオールデン220においても同様で、D は荷物室、U は郵便室を表している。このため、フィアット製のアルン556とブレで製のアルン556機体を区別したり、フィアット製のアルン556を区分して故障する際には本形式はアルン556.1200と、 アルン556.13で例もしくは、アルン556.12とアルン556.13と通称されている。各機体の形式基盤と製造年、製造所は以下の通りである。ありがとうございます。